まあ、今デザインしているものの一番多くのカテゴリーというと、やっぱり家具とか、器とか、まあ、生活に必要なものですよね。で、それはなぜかというと、あまりこう時代が変化しても変わらないから、で、変わらないでこう廃れていかない、サステイナブルだから、どうしてもそのデザイナーとしては長く残ってほしいものをやりたくなるんで、最終的にはそうなってきましたけれども、デザインのいろいろなデザインシンキング的な考えっていうのも、やっぱりさっき言ったように、人間と物とか人間と環境の関係性を解いていく、解き明かしていくっていう、まあ、適正な回答、最適解を出すっていうことが仕事だと思うんですよね。